それでは6の3最後になります。えー、原虫及び、えー、寄生虫を、えー、説明したいと思います。えー、最初は、えー、やはり課金疾病でありましたけれども、えー、ニワトリ、えー、ヒストモナス病原虫症、えー、ヒストモナスはまあ。 分類上結構難しくて、まあ、トリコモナスのグループですから、まあ、原点からすると、えー、弁貌中の方に入ると思うんですけれどかなり、えー、それだけの説明では難しい部分を持っていて独自の門に入るという格好になります。病原体としてはヒストモナス・ストモメレアグリディス ニワトリ七面鳥ウズラキジなどに感染して、えー、ブラックヘッドディジーズですね黒糖病を起こすという <laughs> まあ特に七面鳥では高、えー、致死率になるというんですけどこれはかなり下の図のように、えー、思い出してほしいんですけど長い旅をする、えー、原虫で、えー、ヒストモラスメルガディディス、えー、感染して、えー、その後ですね 宿主の方には結果上のえっとに独特な肝病変を含めて出しますけれどももう一方で盲腸に寄生している後で出てくるで旅が始まるのはこの盲腸虫の腸管上皮で増えたあと中の体 <coughs> 虫の体の中を通ってですねなんと虫の体の中を通って 生殖系の子宮まで到達して、えー、中卵の中に入ってしまいます、えー、なんとなくレトロウイルスが、えー、エンドジナスウイルスになって生殖系に入って、えー、そのまま、えー、次世代に繋がり続けていくというような格好にちょっと似た感じで、えー、中卵に入って、えー 海中の卵と一緒にこの原虫が入っていく格好になります。で、その <laughs> 排出された卵はえっとミミズに食べられて、ミミズの中で孵化して毛虫虫が支柱になると。そこでまあ冬を越えて、えー、この、えー、海中の支柱を食べたミミズを。 鶏が食べるとで、えー、消化して、えーまあ、砕けた中で小腸に、えー、到達して、えー、<coughs> シチューが感染する時に、えー、今度はシチューから原虫が出てそれが鶏に感染すると、えー、シチュー内の原虫が猛腸で増殖してジフテリー性の 偽膜、えー、形成等を起こすと同時に、えー、門脈を通って肝臓に行って、えー、肝臓に、えー、一度見ると忘れない、えー、独特の病変を出すというのがここになります、えー、この菊花状病巣という多分これに類似した病巣はほとんど他のではできないで前 学生からの質問でこ,これはどういう形でできますかというのでまあ私の答えとすれば、えー、多分デザイン科の芸術科と、えー、寄生虫感染症の人と病理学者が3つで話し合うべきではないだろうかと、えー、この病変のでき方を、まあ、説明するには数学者が登場してフラクタル 奇跡の立体図を、えー、証,証明してやらないと行かないのかもしれないというの答えをした覚えがありますけれどもまあ本当に面白い、えー、病相を作りますそれから先ほどの義膜、えー、盲腸の中の、えー、まあ小腸で孵化するというけどここでは盲腸まで行ってますよね、えー、義膜形成が綺麗なのもありますし、えー 毛の白色弁化と短小化まあニワトリは双角、えー、の非常に立派な盲腸を持つ、えー、動物です。まあ盲腸に関してはまたベッドにいろいろ質問があってですねニワトリを見ているので鳥類の盲腸が立派に2つあるかと思うとそんなことはないので、えー、かなりの多様性を持っていて片っぽの1個しかない鳥もいるし盲腸、えー、自身を、えー 化して持たないい鳥、えー、のグループもいるだ、えー、肉食類の近い猛禽類は我々よりも盲腸の発達がなくなってくるのはまあそうですし穀物を組むのにはよく発達するというんですけどまあ生物界には ルールを外すのがいて、えっとこうもえっと、フクロウか猛禽類ですけど見事な盲腸を持ってて盲腸弁を作るというのでなかなか統一的に考えるわけにはいかないというちょっと横道にそれていますけどアノ、えーゼを起こして、えー、貧血というか <coughs> 血液循環訴訟を起こしてまあ とサカが黒く見えるというので、まあ、黒糖病という名前がついてもいます、えー、そうですねヒストマスはそういう意味では門は弁網中の方に入らないでメタ,モメタモナダ門パラバサリ孔ここからトリコモナス目に入ってモノセルコモナス科のヒストモナス属のヒストモナスメレアグリでィス 七面鳥ですねという名前をもらっていますまあそういうことでいうと「トリコモラスモーク」がここに入るんですからトリコモラス自身も弁網中門鞭毛中ではなくて、えー、と今はメタモナダ門に入っているという格好になるかと思います。えー、次ののははは、まあ、これはニワトリの原住所としては やっぱ王様核です、ね、コクシジウムまあニワトリだけじゃない牛にもいるしウサギにもいるしいろいろな動物にいますけど、まあ、その中で鳥の方に、えー、強進化してきたグループが鶏コクシジウムに入りますアルベオラータ縄文の中の、えー、アピコンプレクスモンですねあの奉仕の時に、えー、頭頂1箇所に コンプレックスの複合体のオルガンデラがいっぱい出てくるアピですねとんがったところの先端の複合体を作る門の中のコクシジウムコその中のオーセンティックなオ,オルソンになるんでしょうね新コクシジウムコアイメリア亜ア目の中のアイメリア家アイメリア族テネーラネカトリクスマキシマアセルブリーナという。 4つがまあ有名で、それぞれ、えー、この時んだっけアイアムネットと教えましたっけアイメリアでネカトリックスア、えー、マキシマすかアイアムですからマキシマネカトリックステネーラという格好で小腸上皮から盲腸まで徐々に住み分けを下に来て下に来るほど、えー、粘膜を破って下まで来るという病原性の強い順に並べると えー、アイメリア・マキシマ、えー、アイアムですからアセルブリーナ・マキシマですかからネカトリックス・テネーラという順番になるというので一覧表をあの時出したので、えー、まああの時に配ったプリントをもう一回見といてください。 急性型であると盲腸出血っていうのが一番ひどいですかね高死亡率それから先血弁小腸出血ではネカトリックスそこまで病変がいかないのがマキシマ慢性型に達するのがアセルブリーナという格好になります、まあ、オーシストの検出と PCR 可能腸管出血膨張 盲腸の短縮腸壁飛行脆弱化まあこの辺はまあ原中症ではよく見られ共通に見られるところですかね、まあ、生殖部位が違うというくらいですねから腸管上皮固有層には、えー、放射中ですからスカイゾンド市場 そうですね、シゾンドですねスポロゾイトシゾンドそれから、えっと、有性生殖を始めます無性生殖は便毛虫と根底虫までで胞子虫からはガメと誤認をしますので、ま、マグロガメとミクロガメとという飼育、えー、ができて、えー、受精してオーシストを出すというのでまあそういう意味では。 収縮種そのものもが鶏になります排卵されるオーシストを傾斜内に入れないことまあそうでしょうねブロイラーの電気用高機用の飼料には予防剤を添加するとブロイラーには3種今後の弱毒ワクチンもあるとネカトリックス感染は陽数中枢の予防剤だけで対応が困難になると。 いうので、えー、人工感染により免疫を付与する、えー、すごいですねまあ昔そうですねあのピロカあの辺には毒血と称して感染源牛の血液を打つというような恐ろし,恐ろしいというかなんか現場体験的なワクチンを使っていますけどこういう方法 ここででも使うんですかねあと治療はサルファ剤、えー、ということです。ああまあここに、えー、そうなんですねこう寄生虫の人は言語を統一してくれれば例えば放射臭でもいいんですけどまあマラリアがよくパターンとは出せますけどここで見ると <coughs> スポロゾイドを作るところは、まあ、スポロゴニーでいいか、えー、それからメロゾイドのところはメロゴニ、えー。 それからガメトサイトのところはガ,ガ,メガ,モガモゴニーという形で、えー、単一宿主の中で、えー、スポロゾイドから入って、えー、メロゾイドで、えー、無性生殖をして、えー、ガモゴニーで有性生殖に入って、えー、オーシストを作って、えー、それを排卵して 王室の中で発生が続いてスポロゾイドを作るスポロゴニーまで行って再び鳥に食べられるという循環になります。まあこれはクリプトスポリジウムなんかとほとんど同じサイクルになります。あれもドイツ宿主の中で回転できる格好になります。人を含めてですね でえっと、マキシマの感染症状ですねもうちょっと下までいってネカトリックスの小腸、えー、出血テネーラの盲腸までいくつか典型例が並んでいます、えー、必ず課金疾病のところで復習しといてくださいからえっとこれの、まあ、兄弟とより親戚ぐらいになりますかね 同じくアルベオラータ縄文から始まってアピックコンプレックス門で先ほどの頭頂複合構造を持ちますけど <coughs>、まあ、消化器系の方に来たのがコクシジウムで血液系の方にもらえるみたいに残ったのが、えっと、ヘモトゾアヘマトゾア孔その中のム井戸ド孔充血放出中目、えー、ヘマトスポ,ロスポリディアの中の ロイコチトゾーンカの鶏、えー、にはたった1個です。ロイコチトゾーンカウレリー、これもあの時の質疑でありましたけど、ロイコチトゾーンはそれぞれの種にそれぞれの原虫がいるというので、鶏のロイコチトゾーンはシグシは鶏だけという、えー、割合は極厳密なところがあります。アピコンクレースはもう説明したので、まあここに。 コノイドと円錐体という独特の微小観測があります。まあ実際に感染するとき、急弱その他を含めてここのアピコンプレックスが働くだろうというふうに言われています。類固質ゾーン病もう説明しましたね。カウレリの感染によると。 でロイコチトゾーンは分、えっと、かっているだけでは70種あるけど、えー、問題になるのは、えー、ロイコチトゾーンカウレリということになります。えー、運ぶのは鶏、えー、ヌカカとで出てきます外部寄生虫の鶏ヌ,ヌカカが運びます。えー、先ほど一番最初のポックスのところで夏型の、えー、機械的にウイルスを運ぶという。 格好でぬかかが出ましたけどこの時はぬかかは機械的ではなくて、えっと、自分の中で受精したやつを増やすという、えー、は運び方をするのでまあ基本的には中間宿主というより、えっと、受精するのがここで来るのであの本当は収縮主 定義的には収縮種がぬかかで、鶏の方が中間縮種です。ガメット後に今では鶏で済むけど、まあその後の次世代を作っていくのはぬかかの中という格好になります。かカウレリー習得遺性が強くて鶏以外にはかからないと。東南アジアを中心で日本では青森、伊南ですね。北海道にはサン。 いないんですかね。ぬかか、えー。青森なんで、夏に出るということで。まあ、貧血、まあ <coughs>。赤血球中に。え済、ー、みますから、まあ、溶血して、えー。貧血を起こすと。から、えー、出血も起こすというので。ええー、土が。チアノーゼを起こすと、肉食便まあ、この辺は。他でも出ますね。産卵率製か。6月頃から。 月月がピークと、10月に収束するとまあこれはぬかカの活動期ですね、えー、まあ義務座でここにあるように設計球内に第2代メロゾイドあるいは設計球外のメ面とサイトを見つけるとウィンドレス傾斜を使いなさいぬかカの方を止めろというあるいは抗原中薬を飼料に混ぜるという。 方法になりますだからまあこっちが本流というならその人間猿動物を含めてマラリア、えー、まあロイコチゾーンはそういう意味では鶏ですけど鳥マラリアはずっと四季水域広いですアピコンプレックスもあ アコノイドののないグループですねこれはねさっきのア,ポアピコンプレックスのところで、えー、ヘモスポリディウム膜の、えー、プラスモディウム化になりますあそこはロイコチトゾーン化とプラスモディウム化に分かれてマラリア系はプラスモディウムですね、えー、プ,スプラスモディウム属の中の、えー、プラスモディウムプラスモディウムってのは、えー、多角体のとか変形するという意味なんですねで ジャクサヌクレアレ核の近傍にいるグループそれからプラスモディウムガリナーセウム鳥の方に来るやつ2種類ニワトリの原,原虫病の原因になっていますジャクサヌクレアレは赤いエカですねでもガリセラムはヤブカ黒ヤブカが媒介すると まあえー、媒介が可能グループなんでやっぱり下記ですね、陰血、皮脂、発熱、まあ、これは一般的なマルチはほとも変わりません、対価すれば持続感染するということですね、ここも同じですね。治療予防診断は抹消、まあ、血で、義務ダ染色でシゾンド、トロホゾイドを見つける、あるいはガメートサイトを検出する、まあ、これは先ほどのドイクトシゾンドと似ています。 予防法法治療法はなほか、えー、に鳥マラリアとすれば別種になりますけどペンギンカナリア猛禽類も関連する別のプラスモディウムのあ種が違ってますね、えー、グループになりますあまあここに生活感これはまあ人のマラリアと基本的には変わらないと思います、えー オロゾゾイイドでで入ってシゾンンスカイゾンドですね、えー、増えて、えー、メロゾイドが出て、えー、赤血球最初肝臓ですね、はい、肝皮、肺下実質臓器で、えー、スカイゾンドを作って娘細胞のメロゾイドになって赤血球に入って、えー、そこでまたシゾン度として。<laughs> 無性分裂をしてその後、えー、トロホゾイドからガメートサイトマクロガメートミクロガメートちっちゃい方がお精子に相当する方でマクロの方が卵に相当する方ですけどでしたがってここで出てしまうので、えー、鳥は収縮種ではありません、えー、血を吸った蚊の中でミクロガメートマクロガメートが融合して 次世代になって在胞とですね接合体から大き、えー、キネートを経てスポロ <coughs> ドイドンの方に行くという格好なので既成、えー、中学的には収縮種は蚊、えー、中間縮種が鳥という格好になります。運ぶのが先ほどの赤い絵か、えー、どっちでしたっけジャクスタヌクレアの方ですかね。 やぶかえー、黒ブカ、えー、ガリナセウムのグループを運ぶカ、えー、ということになります。このブカは、えー、熱帯島カと合わせて、えー、大気性の蚊のグループで日本では、えー、と一筋島カがメインですねブカと言われてるのは。えー、黒ブカはもっとでかいやつでこれは。 どっか島の方だったような気がします。ええー。えっと心筋としては <coughs> アスペルギルス。えー、別のところで言いましたけど感染症の心筋類は水の中から上がってくるんですけどまあ残った水かびのグループ壺ぼかびのグループからついて上がった死キン 接合菌がマイナーにありますけど、まあ、一番栄えたのが死脳菌で心菌のグループのほぼ半分くらいが死脳菌でまたその半分くらいは脂類ですね藻類と光合成するのと共生しているグループでまあその後と端子菌のきのこのグループがありますけどまあほとんど8割方の感染症の病原体は死脳菌で、まあ、その中の 代表株の一つアススルギルス、まあ、人間の方ですとアスプロギルスフラビスがオオヘンマを含めて、えー、<coughs> アフラトキシンの毒,毒素酸性で有名ですけど、えー、同じくアスペルギルスユーロチウム鉱ユーロチウムクの、えー、マユハキタケ科コウジカビ属に属しますアスペルガルス、えー、フミガートスあるいは これはここにも入るんだフラグスあるいはニズランスこの辺りが鶏で病気を起こしま,すまあ自然界に結構いるので音楽図チップと色料に付着して高温体質条件で増えてくるという格好になります。様子がこう感受性 呼吸困難外交呼吸まあこれは呼吸器系に来ればそうですね。原子消失食欲減退羽毛まあみんな普通に呼吸器感染症で見れるやつ錯綜衰弱沈鬱から、えー、消化器系の影響もあって白色下痢弁死眠あとは死亡脳炎、えー、が脳まで行かれると遮血、えー、起立不能心線流炎微重炎下困難か。 あとは心筋倍地で増えると1週間白色禁止で後は緑色になると、まあ、そこに禁止のコロニーが見えますけど、えー、これはでも肉眼的に分かりますあってってと肺気の呼吸器系でもものすごい結節を作って真っ白いあるいはや,やや黄色みのでかい培養器ほどの結節を作ってくるので。 典型的なケースは野鳥であろうと鶏であろうと診断がつきます。もみ殻、おがくず、チップを平飼いの飼料に使用するときに十分乾燥させてくれと。高温足しで飼育する場合はオールアウト後消毒を徹底して菌を殺しなさいと。衛生管理、菌は呼吸器、傷口から侵入するので創傷感染も防ぐと。喧騒闘争を避けると。 治療法ない。ないんです。まあ、治療しないんだな。は、まあ。あの、効果媚薬は効くはずです。発病系は淘汰すると。そうですか。えー、これは、柳井先生からもらったですね。アスペルギルス症。毛菌類の死亡原因の6%を占める、えー。これはスノリオールの。ケースですね。綺麗な。 づくというかフクロですアスペルギリス症でこれはそうですねアスペルギリスの鳥類は、えっと、肺のほかに6箇所ぐらいに機能を持っているのでそこでもよく増えます。えー、こう開けると肺機能、えー、の大型白色結節もうすごいですねここまで増えるかという。えー、下は、えっと うがいの飼育されているウミウにもうしばしばアスペルギリスが出るというので経験してこれも開けるともう本当に培養期ほど白色増えたアスペルギリスの結節が見えるのでまあ見て頭の中に残っていれば病理学者とすれば呼吸器書を出して死んだといって開けて教訓あるいは 極いっぱいに機能が広がっていますからこの馬鹿白い結節の近海を見ればアスペルギリスを疑いとでまあ金のは一番よく使われるのはグロコット染色で心、えー、菌を染めろといったらグロコットと覚えといてくださいまあ、えー、まあそうは言ってもそうですねあのトーサーで画法的に包む オ子で進むときのは、えっとパステン色がよく染まりますけど、この禁止状で伸びているときは、えっとグロコットまあグロコットでオ子も染まるか、えー、こんな格好で菌糸がずっと伸びていてグロコット陽性で綺麗に染まって出てきます。あ、もう、えー、時間で内部寄生虫外部寄生虫を一気にいきますけど、内部寄生虫は まあ基本的に変形動物に所属する宮中常虫と、えー、脱皮動物の方に行った、えー、線形動物の線虫に分かれていきます、えー、まあ子宮遺体になるのは宮中の最後の一部と戦虫ですね、えー、まあ分岐からすると戦虫、まあ、が一番最後に分かれるという格好になります。 球虫としてはニワトリ猛蝶球虫ニワトリ乱球虫そこにありますかねニワトリ猛蝶球虫が載ってますねえただ球虫はやっぱり生活観が複雑でえ多くのものは第1・第2の中間宿所を通るので、えー、飼育されている系ではうまく生活観が回らないので野鳥では結構いますけど鳥、えー、の 鶏の系列みたいなあれは七面鳥もそうですけど飼育町では、えー、宮中は比較的マイナーになっていきます、えー、城中は結構頑張るので、えー、ここでは幽林城中方形城中曲光城中、えー、みんなありますね真田虫系で特に曲光城中はすごいですね大きいですねだからセンチュは、えー 同一宿主でできますし、まあ、噴泉中のように外まで出ないでもう体内でぐるぐる回るというのがいるので結構栄えていますでも人間みたいに徹底的に戦われると宿主を変えられないので絶滅危惧種になるヒトカイみたいな系もありますけどまあ変わりどころでは気管支改支 これも結構旅をしますそれから先ほどヒストモラスで出てきた鶏海中あ猛鳥虫ですねそれからあと鶏海中猛体虫猛犀犬虫ですかそれから粉犬虫がありますまああと別のグループで口頭虫というグループがいます。 虹中は鶏のわかりませんが一般の虹虹虫は結構人に来た場合には重症化する非常にまれですけど人獣共通感染症の病原体というふうにもとられています。盲腸虫はもう先ほど説明したヒストモラスの運び屋さんですね。これはイタリックになってませんけどヘテラキスガリナールン。 雌雄、えー、遺体になるんですねはい線虫 <laughs>、えー、グループですから、えっと、オスは極微といって尾っぽの先がというか最後の尻のところは曲がっているというのが特徴で、えー、メスの方が大きいまあ この辺はだいたい先駐のグループ、まあ、球中月宮中もそうですけどメスの方が比較的大きいです病気性はほとんど高くないけど、えー、ヒストマラスを運んでしまうので、えー、結構きついと生活観はニワトリ七面鳥アヒルガチョウライチョウホロホロ鳥ョウヤマウズラキジウズラなどの鳥類。あこれはいいですねこれだけ広い宿主を持っていると結構、えー、自然界で頑張れる えー、卵が糞便中に排出されると、えー、土壌中では数年間感染性を持つすごいですね。シグシに、えー、再摂取されて砂の、えー、から十二子腸まで来て孵化ですか左脳でも孵化するのかで第二子腸になって盲腸に入って盲腸腔で成熟して卵を生産産生するというこれ。 パテント期卵まだ未成熟で卵を埋めるまでになるのが大体1ヶ月待機宿主として先ほどミミズを挙げましたけどイエバエも待機宿主でパラテンティックホストですね寄生虫の初一貫では特に必要食べられる必要はないけど次の宿収縮手に持っていくためにそこでずっと頑張るというグループですね。 中間宿主と言ってもいいんじゃないかと思うけど、えー、この場合には待機宿主という言葉を使うようです。えー、病変治療予防、不健性感染、えー、盲腸と盲腸粘膜下敷きに結節ができる。まあ、これは線虫とすればそうかもしれない。濃厚感染すれば、えー、腸壁飛行と腸炎、産卵低下。 えー、診断は中断検査と、えー、予防用としてはメベムダゾールですか腹中薬専虫不虫薬を使うということになります。お一気にもう最後ですねこれ外部寄生虫で、えー、主なものは鳥刺しダニとワクモトハジラミ、えー、それぞれす、えー、み分けていますね鳥刺しダニは7ミリ前後でのダニですね。 そそれれはそうですねこの形を見輪雲、はい、もしかしこれはダニじゃないかな雲とは思えませんねそうですね枠もダニですねはい雲に見えたのかなえー、鳥刺しダニが大体秋から冬を経て早春に発生するから輪雲、えー、は逆で夏季ですね それからみも陶器、えーまあ、野鳥が侵入しやすい開放傾斜特にマクモハジらみは低、えー、床式の開放傾斜で、えー、よく動かされるという。からあ最後にヌカカに戻りますけれども、えー、これがヌカカです。 ク荒川いですか荒川先生が名付け親ですかね、えー、先ほど一番最初にでした、えー、ケイトファールポックスポックスウイルスとのは機械的運び屋と、えー、ロイコシトゾーンの収縮種主役ですねここに図が出ていますね。えー ガメートから大ートで融合してオーキネートを作ってオーシストしてスポロゾイドまで、えー、ヌカカの中で、えー、そして、えー、それを、えー、鳥に刺したところから、えー、シトゴニーにスポロゾイドからシソンドになってシトゴニーをやってメロゾイドをやって、えー、一部が生成熟して、えー、ガメートサイトの優性生殖を経て、えー、受精前で再び 別のヌカカが吸血してそこに入ればその中で接合して材料糖を作って <laughs> オーサイトオキネートになって発生分化してスポロゾイドになってまた鳥の血を吸う時に戻すという赤半分がそういう意味では中間宿主になって青半分の方が 運び屋ですけれども収縮種になるという格好です。ぬかかは冬を除いて春から夏秋ですからもう夏型ですね。だからさっきので見ると、えー、夏型が枠元とぬかか、冬型がハチラミとダニと鳥刺しダニということになります、えー。ぬかかの活動が旺盛になるのが梅雨明け、九、えー、月頃まで活動ピークです。まあ特に一日では、えー、朝と夕方に。 治療するということです。ということで、えー、駆け足になりましたけど、えー、ご苦労様でした。鳥類感染症まあこれが全部国家試験に出るわけじゃない。この中から選ばれて出てきますけどまあ整理して記憶してください。えー、また時間があったら、えー、課金し病額を見直してもらうと、えー、分かったことは。 人事共通感染症でやったようにもともと動物の病気が人間界に来たのだということと同じで家禽疾病で習ったニワトリの病気はもともと野鳥の病気がニワトリの中に入ってきたということであります。それでは6回目の鳥類の感染症についてはこれでおしまいになります。